ご両親2人と、妹さんが1人と、若夫婦が2人で、子供さんが1人、6人。そうなんです。なので、玄関も少し広めて、ね、あとは、これがまあ皆さん、収納も多いですね。6人分の靴箱、こちらが1階部分、こちらがご両親、はい、ここはもう本当に部屋で、まあ収納を使ってやるんですかね、はい、これが階段下の収納、階段下の収納とかも一切何もなし、押して開けるみたいに使わない。でも、まあ掃除機とかそういうあまり頻繁には使わないを入れる、はい、こちらが妹さんです。はい、はいはい、妹さんも個人がで、まあこれ一応作る、それと収納が一体になったような形、まあ一応全部窓が一つの机ですね。で、まあ収納が、はい、はい、で、奥が皆さんの洗面と水回りのお風呂ですね。ここはですから結構ゆったりしてるんですね。収納も結構あるし、これも全部収納になっていて、でお風呂があって、つながっていて、はい、こう線形の、はい、ちょっと線形の、はい、遊べるようですね。こう僕らはですね、タイルとか、うん、こうガラスにしてもきっちりきっちり一つ一つ収めていって、はい、仕上げとして。うん、他のところを見ていただくと分かるんですが、結構きれいに収めるようにう、ね、職人を含めて気を使ってますからね、はい、じゃあ、ね、行きましょうか、はい、気持ちいいなって、うん、でここはもうしょうがない壁なので、はいはい、
すらも使ってしまうので、じゃあちょっと上の方、はい、でここはですね、基本的にロフトなんですよ、はい、ロフトで足上げて4メーターもし、ゆっくり、はいはいはい、